So get up, get out of my head. Come down, instead. I don't know what it means. はい、ただいまお送りしました曲は、ワンダイレクションさんでワンシングでした。そして改めまして皆さんこんにちは、僕たちはせーのセザンヌです。はい、よろしくお願いします。ヨルガクバンドっていう、ね、名前から脱退して、まあ、セダンルーという新しい名前決まりましたよ。はい、ね、あのところでなんだけど、あ、どうぞどうぞ。オセロっていうゲームじゃないですか。はい、オセロっていうゲーム。オセロオセロとリバーシの違いって何かあるんですかね。お前何言ってんの。何言ってんの。ちょっと気に歌ってて気になっちゃって。え、集中してないでしょ。すいません、ここ1年生見てるの。ちょっと新月すぎます。新月それはね、オセロとリバーシ、お前は何で知ってるんだ。あの挟まると色がひっくり返るって基本的なルールは一緒なんですけど、オセロって、まあ、8×8 の盤面じゃないですか。でリバーシって実はもともと 8×8 の制限になって、オセロっていうゲームを、とある会社が商標登録してしまって、似たようなゲームを出すときにオセロっていう名前が使えないんですね。でその時によく似たリバーシっていうゲームがあるじゃないかってことで、他の会社がああいうゲームを売るときにリバーシっていう名称を使うので、オセロとリバーシっていう名称が今どちらか。太郎分かったかな。分かりました、ありがとうございます。じゃあね、これで次の曲にね、かしこんなので次の曲いきましょうか。じゃあ次の曲は、テイラー・スウィフトさんで Shake It Off です。聴いてください。Shake it up, shake it up. ありがとうございました。